先月16日、大阪駅近くのビルの一角に関西初となるある無人販売所がオープンしました。その名もクジラストア。こちらクジラのお刺身であったり、ベーコンや竜田揚げといった定番商品が売られています。冷凍された生肉や缶詰、レトルトのカレーなど、スーパーではめったにお目にかかれないクジラの肉を24時間いつでも買うことができます。ベーコン切り落とし、今日噂を聞いて伊佐でやってきました。クジラで育った人間だから、はい、珍しいなと思って、はい、いいんじゃないのこれ。クジラ型の帽子にクジラが描かれたハッピ、仕掛け人の所秀樹さんです。クジラの魅力を広げたいと出店したということですが、その一押しは顎の部分、やっぱり肉と脂が混じってるんですけれども、そのカノコという部分としゃぶしゃぶでサラサラとやると非常に美味しいですよ。そんな所さんの会社は東京にあります。会社上場した僕はもう20名ぐらいじゃないですかね。あの寮になると6月って、今年は5月連休明けで出航しますから。会社では捕鯨からクジラ肉の加工卸売りまでを一手に担い、全国およそ250もの流通業者と取引をしています。そのため保冷庫にはクジラの肉の塊がゴロゴロです。ですベーコンになるところですね。これこう切ってベーコン、皮ですね。さっき熱いですね。実は所さん、業界では知る人ぞ知る有名人で、そのいでたちにもこだわりが光ります。マッコウクジラの歯で作ったタイピンでしょ。ネクタイはクジラがプールで競争しているという。そんなクジラ一色の所さんですが、社長になったのはわずか3年前。会社は赤字経営が続いていて、当時コンサルティング会社にいた所さんに立て直してほしいと声がかかったことがきっかけでした。社長に就任以来、所さん自身もクジラ肉にどっぷりハマり、今では週3回は食べているといいます。綺麗でしょ。出てきたのは色鮮やかなお刺身。これオロミってここですね。尾っぽの方動くところはクジラってね、周り全部油、周りは全部、中は全部筋肉なんですよ。ここよく動くとこは筋肉もあるし刺しも入るわけ。見た目ほど油っぽさはなく、栄養価が高いことも魅力の一つだといいます。飽きたりとか。飽きないですよこれ。あの油がね、やっぱりあの柔らかい油、オメガ3ですから。なんでオメガ3がいいかって知ってる？クジラの話になると尽きることはありません。クジラって魔力がある。やり始めるとどことん入っていっちゃう。俺なんでこんな一生懸命やってんのかと思うことあるよ。でも好きなんだね。所さんがのめり込むクジラの世界、長い歴史の中で逆風を受けた時代もありました。いくつもの船が大きなクジラを捉える瞬間を描いた絵巻、江戸時代に描かれたとされる作品です。日本では古くから捕鯨文化が受け継がれ、かつては牛肉や豚肉より安価で庶民の味方として親しまれてきました。しかし世界的な反捕鯨運動の高まりを受け、日本は商業捕鯨を一時停止。その後 IWC 国際捕鯨委員会からの脱退を機に、4年前から捕獲枠を設けて再開しました。
これをチャンスと捉えた所さんらは去年10月行動に出ます。大阪では実に35年ぶりとなったニタリクジラの生肉の水揚げを大々的に PR し、クジラを食べてもらう機会を増やそうと動き出したのです。そして先月、所さんの姿が再び大阪にありました。飲食店や販売業者にクジラの魅力を知ってもらおうと試食・商談会を開催したのです。お好みで七味をお使いください。生肉を使ったお寿司にマグロユッケならぬクジラユッケ、他にも業界初だというクジラ肉 100% ソーセージやこんな変わり種も用意しました。これはウネスという部位、ウネスというのはここのクジラにこうひだになって海水と一緒に魚を飲み込んだらこんな膨れるところですね。で今まではベーコンにするしか使いようなかったんですけれども、これはあの中華料理屋さんに頼んで角煮にしてもらいました。そのお味は脂っこくなくて、でもこのトロトロの何でしょう、牛すじみたいな感じの、まあ、コラーゲンみたいなもんですね。参加者もこれまであまり知らなかったクジラ肉の可能性に興味津々です。飲食やってるんですけど、そのなかなか触る機会ないんで、そんな一般には広まってないと思うんで、まあ、先駆けてそういうのやっていけたらいいかなと思って。クジラを扱うことによって、まあ、僕も全く無知なんで、まあ、ちょっといろいろ勉強しようかと。鍋セットみたいなの置いてるところもあったんで、あえてちょっと薄くスライスしてパックすれば結構食べやすいのかなみたいな。と反応はまずまず。所さんも手応えを感じたようです。食いつきがいいって言うんですかね、それも全然もう熱量が違う。新しい飲食店の方をね、どうやってクジラの業界に参入していただくか、そこが大きなポイントだったんで、その目的は十分に果たしたと思います。大変期待してます。翌日、この勢いをさらなる需要につなげるため、所さんもう一つイベントを仕掛けていました。場所は大阪の老舗クジラ料理店。参加していたのは旅行代理店の企画担当者です。インバウンド旅行会社で、アメリカ、オーストラリア、イギリス系の英語系のツアーを行っております。はい、中国のインバウンドをメインに、あの韓国も東南アジアも一応やっております。次なるターゲットは海外から来る旅行者。インバウンドツアーにクジラ料理を盛り込んでもらい、新たな顧客層の取り込みを図ろうと考えたのです。まあ、肉みたいな感じでとても美味しい。あの手この手でクジラ肉の可能性を探る所さん。2年後の大阪・関西万博を一つの目標に市場の開拓を進めたいといいます。クジラをこうアピールすることが極めて重要。業界全体がこうグワーッていくようなことをね、できればと思っています。おそらくまあすぐできると思います。所さんの挑戦は始まったばかりですが、クジラ肉がより身近な存在になる日もそう遠くないのかもしれません。